連戦続きで申し訳ない。いやもう、はい、堪能しましたね、ガブリアス。おもろいしね。いやもう、僕も堪能しました。そんなもう、やばい。今日トイレ行ってて見てなかったけど、うん、どんな試合した。いやもう、力と力の応酬ですよね。じゃあこっちで。あのね、うん、初めの一歩読んでた。初めの一歩、うん、僕、めっちゃ好きっすよ。マジで、もうブライアン・ホークと高村の試合みたいな感じだった。俺、超好きやから超語りますよ。マジで待って待って、ほんますか。もしかしてパンチこうやって避けました。あ、避けた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 。あ、いいよ、いいよ。だってガイ君なんて女の子抱いてこうやってたもん。やばかったもん。それガイ君の風評被害すごい、ね、それあれでしょ、日本に来てブーブーって言われてる。マジか。あ、でも初めて読んだよ。そんじゃ目血走って切れてめっちゃ強かったってこと。そう、そう、めっちゃ強かった、やばかった。あ、ね、これはクラウンさん、クラウンとケイさんですね。CLOWN ですね。あ、これやっぱいいですね、この画面。この画面いいですね。なんか最先端走ってるっていう感じですよね、もう。いやもう、なんて言ったらいいんですか。これだって映し出してるやつ全部あれですもんね。後ろに書かれてないやつだもんね。あ、消えた、消えた、消えちゃった、消えちゃった。さあ、まあ試合始まりましたね。ここはクラウン君という、ジムリーダーと、ケイ君という挑戦者の戦いです。さあ、投げていく、投げていく。これね、確か一先ですね、これ。もう先に試合一回しといたんで。あ、なるほどなるほど、一先なんですね、これ。まあ、どう高いどっちがどっちかわかんないですけど。なるほど。で、ちょっと、ちょっと、あ、トイレに、あ、わかりました。お花つけました。あ、お花さあ、リーグス揃ってエボンがデバフつけて、これ置き攻め継続ですかね。この継続強いですね、クラウンさん。ここのね、継続がうまいんですよね。しっかりと嫌なことしていきます。ブロック取りきれず置き攻め、実はブロック見て投げているけど当たらず、コンボしっかりつないで、さあこのボンラをどう対処するかですね。これコンボつながらず、もったいない。さあエモンが溜まっている。さあしっかりつないで、さあ12秒なんでフェイティングか。ワンチャン落としたら、共鳴溜まるんで、全然このギルド取ったらワンチャンありますね。しっかりブロック、さっきからやられてたのしっかりとがめましたね。バージョンは 1.3 です。さあこれはコンボになってまだ継続する。そうですね、下の種にその後の持続でしっかり重ねて永遠置き攻め継続ですね。辛そう。あ、ジャンプでしっかり避けれるんだこれ。ふう、パッケー置き攻め、あっぱなして、これつながるのかな。初めて見たパターンですね。まあ、クラウンさんも共鳴溜まってるんで、全然ワンチャンですね。これ継続なんだ、なるほど。さあ、あと体力少し。投げ。そういえば、このメガルカリオの、はい、まあ、ルカリオでもそうなのかな。後ろのこうなんか髪の毛みたいなのあるやん。ああ、4本になったやつ。そうそうそう。あれって柔らかいんかな。柔らかいっしょ。あれ柔らかいんかな。何しも獣的な話です。いや、なんかこうやっぱりポッケのこれだけリアルになってきたらね、なんかね、その V 的なところでこれは硬いのか柔らかいのかとかで、ね、ちょっと気になるところがあるよね。確かに、うん、生物学的に。いや、ポッケンってすごいのが、ポケモンのゲームで一番グラフィックが綺麗で、うん、ポケモンが繊細なんですよね。確かにね、あの、何やったっけ、どっかのタイミングに出てきたエンペルトのこの毛、毛、あー、毛質ね、いい、あれ、めっちゃいいんですよ、ね、あ、見た時びっくりしたもん。あ、ペンギン感すごい半端ないんですよ、あれ。半端ない、半端ない、半端ない。いや、わかるわ、あれ、すごいかっこいいです。
いやもう作り込んだなって思いますもんね。トサカめっちゃテカってますから。あれテカってるテカってるテカってる。あれとか前年ポッケンとは関係ない話なんですけど、うん、あのピクサーっていう会社さんが作ってるモンスターズインクっていう映画してるんですけど、はいはいはい、あれでサニーって知ってます？青いでかいけど、あーモグモグモグ、そう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 、なんか怪獣モグモグ、はいはいはい、あれとかって毛一本一本全部データ化してるらしいですよ、 CG。 じゃあ一本一本動かせるの？あ、一本一本動かしてんの、風の流れとかのシミュレーションして、なんか草みたいな感じで、あ、そう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 、だから草と同じシステムというか、同じ、あ、ごめんなさい。で、あ、ここでクラウン君がちゃんと刺繍してしっかり取って、で、次まだあるんですか？レイリさん、レイリさん、はい、次、レイリさん対クラウンさんですね。なるほど。